イドウもこんにちは。僕はズンダモン。今回もストローク実況をしていくのだ。言うめんどくさいと思っている方いらっしゃらないでしょうか。僕は8ヶ月間竜の実を使い続けましたからね。竜で知らないことなんかないのだ。ということで今回は竜の倒し方5選を紹介します。その1、波動小竜について。ストニから続くおなじみの波動拳と小竜拳の使い手竜飛ばせて落とすによる伝統スタイルは健在。基本的なことなんだけど、対策として飛ばないことが大事。波動拳を連発されてやりたいことができないとつい前方ジャンプをしたくなる。竜使いは小竜拳でダメージを奪うことを常に意識しているので、安易な前方ジャンプは極力避けてほしい。今日小竜拳は1400ダメージ、カウンターヒットなら1680ダメージ。決して安くないダメージを取られてまた波動拳モード。ダメージリードされると竜の勝ちパターンに持っていかれるのだ。弱波動拳は一定の距離で打たれてしまうと小竜拳が確定。波動拳はガード、パリー、垂直ジャンプ、できればジャスパで我慢。ジャスパからは前方ジャンプ、前歩き、仕掛ければ足払いなどのリーチの長い技で押し置き。ジャスパ精度が高ければ竜使いは波動拳連発を控える。ちなみに僕は波動拳を弱と強しを交互に打つことが多い。相手がジャスパを狙っていると思ったら弱と強しを交互に打ってタイミングをずらすのだ。竜の波動拳は厄介と思うかもしれませんが、本作において最低クラスの性能しかない飛び道具。弾速が速くもなければ遅くもなく、システムに相性が良いわけでもない。ジャスパも取りやすい部類なのだ。ただドライブゲージ3本以下、体力リード、画面端などの状況が合えば強力な存在になるのが波動拳。垂直ジャンプも弱波動拳をラッシュで追いかけて対空できる。これくらいのゲートはできるので、この辺りのダメージは最低限の支出と思ってほしいのだ。雷光波動拳の弾速はさすがに速いです。前方ジャンプしようとすると雷光波動拳が当たるくらい速い。雷光をストックしている竜は厄介になりますが、ストックしか持てないので雷光を使わせるまで行動を控えるようにするのだ。雷光波動拳は速いですが、ガードしてもドライブゲージ 0.25 本しか削れないので無理せずガードしたい。その2、中速等について。竜にはリーチの長い通常技がほとんどありません。それを補うために中速等を利用するわけなんだけど、竜使いからするとヒヤヒヤしながら中速等を振っているのだ。なぜかというと中速等は発生 18F、 全体 48F、 ガード時 45F、 ガードさせて 8F 振り、距離変動。リーチは長いけど発生が遅すぎるのと、全体 F も長く、ガードされてめり込んだ時に確定反撃を受けやすい。発生の遅さからジャスパやインパクトの対象となってしまう。中速等を多用されて困っているなら、ジャスパ練習と確定反撃を調べておくのだ。竜使いも確定反撃を受けないように間合いを気にしながら中速等を振ってます。中速等が浅くガードされた場合、技が当たらなかったりします。空振りに大ダメージを食らう羽目になるので、竜使い以上に中速等ガード間合いを把握したいのだ。その3、画面端のセットプレイについて。画面端のコンボ締めに竜使いはフレーム消費行動を良くします。通常技の持続重ねや投げ重ね、シミを誘ってきますので、事前に知っておけばダメージを最小限に抑えることができるのだ。投げ5弱 P をしたら竜が渡す 4F 有利、投げが持続重ねとなります。打撃も重ねることができるのですが、最初の読み合い鼻毛抜けとバクステが無難です。強速と弱小竜拳50 K の後は50 P の持続重ねが待っているので、基本ガードをするのだ。
暴れて 50P がカウンターヒットすると大ダメージになってしまうからです。 50P をガードしたら龍側がタスに F 有利、さらに投げ間合いのため強力な攻めが待っている。龍側は有利フレームを生かして投げと暴れ読みの 50P を狙ってきます。 50P は中央でも画面端でもガードさせたら後ろ歩きすれば必ず投げ間合いを外せるのだ。投げ、打撃、シミーの三択を迫られるため無難にガードを選んでおきたい。一見かなり強力なセットプレイに見えるが、最初の5中継によるフレーム消費行動は、龍は後ろに歩いても投げ間合いを外せないので5中継が見えた時点でオーバードライブ無敵技をこなすのもあり、画面端でコンボ締めの強昇竜拳を当てた後、2中継でフレーム消費してきます。暴発のように見えるため投げを入力したくなるのですが、2中継をすることで投げ間合いを外せます。シミを誘う行為のため釣られて動くと大ダメージを受けます。強昇竜拳後の2中継は 0F のため対策として前方ジャンプが安全。前方ジャンプから画面端を抜けつつめくり攻撃を仕掛けましょう。強速と弱小竜拳や中速とをコンボ示された後に5強系のフレーム消費行動をしてきます。これまた暴発のように見えるのですが、有利フレームがあるため後ろに歩いて投げ間合いを外せます。さらに見た目から顔オーバードライブ無敵技をつい打ってしまいがち。投げと無敵技をどちらとも対処できるのが5強系なのだ。5強系を振った龍側は相手が動いてくれることを期待しているため、2中系と同じように前方ジャンプをしましょう。5強系は全体 35F、 有利 37-40F の後に仕掛けてくることが多い。龍側もタイとなるようで、5強系やとは若干有利フレームを生かして置き攻めを仕掛けてくることもできるので注意。龍の画面端のフレーム消費行動、5弱P、5中継、2中継、5強継、比較的見分けがつきやすいので下手に動かず最小限のダメージで抑えるようにしましょう。その4、有利フレームについて。龍にはガードさせたら有利フレームを取れる技が2つ存在します。6強 P と強は衝撃です。5強 K は実用性ないので省きます。ガードさせて6強 P は足す 1F 有利、強は衝撃は足す 2F 有利。これらをガードした後固まってしまうプレイヤーが多いのですが、投げ間合いではないので投げようとしたら少し前歩きしなければならない。悲しいかな、強制二択に持っていくことができないのです。対策としてガードした後打撃をせずに前歩きが見えたら遅らせフラップをしましょう。今日は衝撃は発生 30F、 ジャスパを取りやすいフレームなので練習をしておきたい。その後キャラパワー、龍というキャラクターは歩く速度も遅く技の発生も遅く、リーチもない、飛び道具もシステムに愛されてない、ラッシュ速度も遅い。龍側は待ち気味に戦う相手を崩すのが特に苦手。強引な前歩きや前ダッシュから2中継を仕掛けてくるのでしっかりとしゃがみガードをしておきたい。以上、今回は龍の倒し方5戦を紹介しました。最後に身も蓋もないことだが、自分のキャラパワーを押し付けることを考えていればあっさり勝てるのが一番の対策だったりする。対策も大事だが、自キャラのパワーを発揮することも忘れないようにしたいのだ。ご視聴どうもありがとうございました。